どうもジェリンです。どうぞよろしくお願いしますってことはね、いや、マジで、まあ、時は来たってことで、まあ、明日、ほんとね、もうほんとこれ今後の伝説始まっちゃうんじゃないのみたいな、これ。ということで、明日ね、スマイルプロバイド、まあ、出走ってことで、緊張するな、マジで。ここで、もうちょっと先に宣言していい、マジで。ここで、もしね、まあ、業績、まあ、これ言っちゃうんだけど、まあ、勝っちゃったら、中央行きます。はい、まあ、中央行きますってことで、中央競馬、殴り込みっていう、もう決定ってことで、マジで。まあ、もちろんね、もうここで、もう負けるようなことがもしあれば、もうそんな、もうね、恐れ多いこととかできないんで、マジで。まあ、ここはね、一発かましてほしいなと、マジで。なんだ、10分で終わらせるって、これ。こっからだから、マジで、こっから。まあ、明日、これね、ほんと、雨も、しかもな、ちょっとな、もう、まさに天が味方したなと、天が味方したなということで、やったぞ、マジで。もう、雨がね、完全に今、降っております。まあ、ちょっと今、パッと外を見る限り、ちょっとまあ、今はちょっと降ってないのか。あ、降ってるな、降ってる。全然降ってるよ、みたいな、マジで。アジェンダってんだ、アジェンダは、本日はプロバイドについてってことで。そうそう、うるせえ。何これ、傘とか、マジでうるせえとか、ちょっとね、各々調整してください、みたいな、これ。そうそう、勝ったら中央行きますっていう。どういうことやね、みたいな。いや、中央行きますってことでね。そうそう、中央勝ったら、イスラム国に海外、どういうことやんだから。イスラム国、IS 関係ないだろっていう、これ。そうそうそう、中央も杉浦で行くのかって。まあ、そうなりますね。まあ、杉浦君にとってもね、いい経験になればいいな、という前に、まずは、しっかりと、まあ、今回、このね、明日のレースを、まあ、勝つということが絶対条件と。そうそうそう。しんちゃん、今日の配信も楽しかった。あ、熱々、あ、おつおつとかばっかりある、マジでこれ。今始まったばっかりよねって、これ。中央刑務所行きます。どういうことやんだから。中央競馬に決まっとるだろうっていう、これ。そうそう。またうちに砂を入れる。ほんとやめてほしい、マジで。前回それで、ちょっとうちの、もう千載一遇チャンス、勝てるかもしれないっていうね、55のちょっと、そのチャンス潰されてしまったみたいな。そうそう、杉原で下原の方がいいって。まあ、いや、そこは継続的に乗ってもらうことも含めてだよ。杉原君も上手だしね。そうそう、ガーランドも杉原なんだね。まあ、そうですね。はい。ガーランドは、まあ、金曜日ってことなんで、それまた改めてね。そうそうそう、中央って阪神か。まあ、ちょっとね、開催の、なんていうの、ローテ。で、まあ、ちょっと残念ながら、まあ、京都がいいの分かってんだけども、阪神しかないっていう。そうそう、だから、前日雨なら砂入れる。だから、今日も開催やってるから、今日入れてるんじゃないの？そもそも。もう砂、そう、もう砂入れてるから、二重はねえだろ、二重は。マジで。だから今日、しっかりと流れてくれればいいんだよ、その砂は。そうそう、中央行ったら単200倍とかついて笑い、もう笑いたいやつは笑えばいいんだよ、マジで。経験だから、経験、マジで、そこは。ただ、今回は絶対勝たなければいけない。それに向けても。さすがに、ただちょっと感染、なんかね、観光に来ましたよ、みたいな、そういう感じじゃねえから、マジで。だから、もう勝つことが絶対条件っていう。そうそう、パワーに換算されて、11月16日、その時は、4ゴール板、2コーナー、内側に砂を補充しましたってことで。まあ、入れたければ入れとけばいいさと。今日の雨もしっかりとその砂流してくれるでしょうって。今日、だ、明日は入れないでね、マジで。明日はやめてよっていう。そうそう、中央、いくら、行くなら、いつだ、応援に行くか教えると。まあ、12月の20日。まあ、それはまた、明日ね、結果を出てからっていう形でもいいと思うんだけど、まあ、一応、まあ、候補と上がってるのが、12月の20日、20日、朝日杯の日に、まあ、行こうかと。そうそうそう。今日、内側に砂入って、内側の先行馬全然、マジか、マジか。まあ、でも、それぐらいのハンデがあっても勝ち切らなきゃいけないぐらいのレベルだから、マジで。阪神競馬場に行くの。まあ、阪神じゃなくて、阪神ですけどね。はい。行きますよっていう。そうそう。1月の開催、京都に行こうや、バレない。いや、だ、バレるって、それ。普通にバレるってっていう。そうそうそう。だから、賞金的にももうちょっとギリギリなんで、ここはちょっともう500、もうだって次もしね、これ賞金加算されたらオープンだから。まあ、明日勝ってね、勝った上で賞金加算されたらオープンになっちゃうんで、ちょっと難しいかなみたいな。そうそう。川原正一騎手が5レースから7レースまで3連勝を収め、見事4900勝を達成しました。おめでとうございます。ね、おめでとうございますってことで、明日は絶対邪魔しないでねっていうね。そうそうそう。普通に2日連続とか、園田入れる雨の量に、マジで？もうほんとやめてほしい、それ。
それだけはやめて、マジで。さすがにそのハンデはきつすぎる。なので、ぜひね、園田競馬は、とりあえず、そっとしといてっていう。今日のところはそっとしといてっていう。お前誰？あ、有名なソチン人生で、ピーカー幸子さんに捨てられた人か。あれ？名前なんだっけ？ジェヌインです。どうぞよろしくお願いしますって言ってるの。これ名前だけ覚えて帰ってねっていうね。今日雨が砂を流したら、明日の朝また砂入れる軍団ってどんな軍団だよって、これ。もうとにかく、砂だけは勘弁して。二日連続とかマジないんで。それだけは勘弁してっていう。今日の時点は許す。マジで。今日うち全然来ないっていう。でもそれでも来るっていう。それぐらいの、ハンデは必要かなみたいな。こんな臭いメンバーで勝って中央って。いや、だからね、まずはそこは最低条件だって話なんだよ、マジで。そしてそのね、砂を撒いた、今日のうち来ないそのハンディキャップを、全然ものともせずみたいな。最低条件だよなっていう。近畿もようやく終始を思いつけた。キャンセルだったかね。ちょっと見てみようか。スラッシュ。ちょっとスラッシュモード。まずは許可する。ハイフン JPMU ってことでね。コンターとデスクトップってことで。あ、デスクトップはないってことで、こっちか。ということで、ちょっと今日はね、出先なんでカメラございませんっていう。そうのだと。11番の木更津が相手なら出走表明。前回一応負けてますからね。あ、そうだってなんか別のやつが来てるっていう。こっちか。いうことで、とりあえず、見てみましょうということで、1組ドン。あ、近畿猫、ちょっとありがとうございますってことで、ちょっと、これ、これでいいか。こんな感じで、はい。これね、ちょっとね、1枠1番かよと。で、対抗はキサナルってことで、オーストラリアでちょっと見てないかもしれないけど、オルブッチはね、対抗ついてるんで、これは、意外みたいな感じはあるんだけど、負けたら挑戦しないってこと。そこは白紙だね、本当に。そんな甘い世界じゃないから。このぐらいのレベルは、サクッと勝たないと、ちょっと意味ないよねっていう。44万上ってなんだろう、これ。1組44万上。44万以上ってことか。いうことで、一応ね、しっかりと印、当然だけどね。印はいただいてます。で、ただね、ちょっと前回負けてる相手。ちょっとこれ、映ってないんだけど、これ。こうやったりとか。キサナドゥ。こいつにはちょっと負けてるんで、そこちょっとどうよっていうのあるんだけど、なんとか、ちょっと勝つしかないよな、と。いう感じなんだけど、最近ではないけど、7月見たら、連続で砂入れてる日あるぞ。マジで。ほんとやめて、それは。そこはちょっと、勘できつすぎるよねっていう。それはちょっと、マジ勘弁っていうね。ちょっと待ってよ、こんな感じで。なんか、しゃぶって、なんだよ、しゃぶって。そういうね、なんか、そう、いかが、ということでね、もう本当に、景気づけにって感じだよ、景気づけにっていう。まずは、このキサナで、当然ね、やっぱり前がきつくなると、ね、それはよろしくないので、ちょっとそこだけは気をつけなきゃいけないっていう。ちょっとね、速そうな馬がな、こいつ、ジオコロナ、がいるんで、ちょっと不安っちゃ不安なんだけど、こいつね。あとは、オールブリッジャーもね、一応、なんて言うんだろう、勝負はついてるつもりなんで、いいかなと。私を見てね、知らんけどね、これ。紋別の馬か。これも後ろから来る馬だから、いいかなと。一勝か。一勝はどうなんだろう。ランランランも一勝だっけ。なんでね、ちょっとあんまり、なんだろう、軽視はできない。軽視はできないと。で、キサナドゥと。ここだな、ここ、また後ろから吹っ飛んできたら、ちょっときついよねっていうのは、あるけどね。イスラム国の女兵士、ドブス、ハケ、何の話やねん、これ。誰がハケ好きやねんっていう、これ。何が、胸チだとか、そんなね、けしからん、そんな話。なんか最近やっぱり男はできたなっていうのをね、ちょっとひしひしと感じるよねっていう。ね、おおっていうね。景気づけにプロバイドにレッドブルを起こるわって、もう完全にアウトじゃねえか、それ。もう完全にそのなんかカフェイン的な感じだろっていう。最近どこ行くんだのってるのって。今年は、今年のはちょっと外れだったみたいな。そんな毎年働いても困るわなっていう。その代わりになんか、
泰山の丸さんがね、バブってるっていう。アパ軍団も危険っていう。どういうことやねんって。アパ軍団ってどれこれ。アパ軍団ってどれだよみたいな。なので、まとこか。ジョバーグ。ジョバーグだって。まあでも、ここ、まあ、いけるんじゃないかな、みたいな。あ、ちょっと待って、もう一回。こうか。まあ、いけるんじゃないの、みたいなね。って感じなんだけど、飯田先生の手紙、いっちゃうまで。飯田先生が、ちなみには皆さん、ちょっと悲しいお知らせというか、まあ、飯田先生、最近スマートフォンに変えられまして、メールじゃなくて、Facebook になりましたよっていう。なので、ちょっとね、皆さんに、こう、お店はできるんだけども、ちょっと雰囲気が変わっておりますっていう、チャット風になってますみたいな。これで杉浦が受けたらどうするの、下浦の方が100倍増したらどう見ても。だからそこは継続的にちゃんと持ってくれる。いや、でも、それはね、杉浦君ここでこけるとは俺思ってないから、マジで。そこは、まあ、やっぱ3連勝の立役者だから。何が。まさかのパンチだとか、そんなね、これけしからん、そんな画像。パンダがちらでパンチだ。なんということでしょう。バツ。いりませんっていうね、こういう画像は。いうことで、まあ、ここは、しっかりと、まあ、勝ってもらおうかなと。草オッケーなんだよ、これ。まあ、ここは、まあ、内枠なんで、まあ、行くしかないなと。ここは、馬主の、やっぱりこう、ね、やっぱり指示としては、まあ、行くっきゃないんと。まあ、言うとこだよな、これね。いうことで、勝ちに行きます。なので、まあ、もちろんね、控えて、まあ、次に生かすとか、そういう話もあるっちゃあるけど、ただ、まあ、ここは、まあ、一旦、まあ、ここは一旦、ちょっとまあ、控えるとか、そういうちょっと、試す感じじゃなくて、勝ちに行こうと、いうふうには思ってる。なので、なんとか、行きたいなと。逃げ切りたいなと。いうふうに思ってますっていう。お前、ハゲてんのに中央の慢性が入んない。ハゲ関係ねえだろって言ったから。だからちょっとね、ルールがよくわかんない。とりあえずでも20万払えって言われた。もし出るんだったらね。で、なんだっけ、俺ちょっとあんまルールわかんないんだけど、手当とかも出ないの、これ。出走手当とか。マジきついんだけど。大丈夫これ。なんか詳しい人教えてみたいな。金がなくて70万欲しいんですねっていう。まあ、それもありますね。それもありますし、まあ、中央行くにはやっぱり、免許代払わなきゃいけないんで。阪神競馬ハゲ出しするわけねえだろ。だから、もう、まずその、ヒン、もうな、ちょっとやっぱり、ステージが違うんで、もう、園田とは。マジで。ちょっと中央競馬さんは、やっぱこう、国営なんで、そこは、本当にもう出ていけって言われる可能性あるんで、まあ、一応、なんていうの、紳士淑女。で、しっかり行こうと。下原プロバイドもう乗らんぼけ。乗らんはボケってことはないけどね。また泰山出ちゃったら、まあ、残念みたいになるから。中央も下原乗ってるし、下原でよかった。いや、そこは、やっぱり3連勝してくれた杉浦君にやっぱ託すべきだろうっていう。あと継続的にやっぱりね、もう下原さんとかもう新しい厩舎の馬が出たらもう乗ってくれないから、どんなことがあっても。阪神ではスマイルフラッシュして、馬、脅かして捕まるってどういうことなんだから。別にスマイルフラッシュはしませんが、みたいな、これ。中のレースに出るのっていう。一応、このレースに、まあ、勝てば、行ってもいいかなと。いうのはもう、井田先生にも宣言してると。いうとこなんで、マジで。まあ、そこで、まあ、結局、短距離なんで、まあ、おのずと控えるような競馬になるから、まずは、まあ、大目標である、来年の、まあ、クイーンセレクションに向けて、まあ、そこまでは、その短距離でビュンビュンの馬に、まあ、仕上げてもらうっていう感じかなっていう。お前が中央馬主席とか椅子に座らんでこらでも取ってけ。どういうことやねん、マジで。いや、俺だって権利あるんだから、マジで。金も払ってるし、マジで。でもどうなんだろうな。その手当が出ないとかってなっちゃうと、ただなんかこれ、本当に観光に来ましたみたいな。何なんだろうみたいな。松ボンは瀕死っていう。もう死にそうだよみたいなね。いうことで。まあ、なんとか。この相手は勝たなあかんやろと。井田先生も勝ちに行きますと。言ってるから、マジで。クソ CM ってことで。まあ、CM カットは、なんか、プラグインみたいなの入れたら、なんかなくなるらしいですよっていう。まあ、ここはやっぱ、ね、結果にこだわらなきゃいけないかなと。
動きもしっかりこなしたということなんで、ターフィー君グッズで支給されるらしいでっていう、グッズいらんわ、マジで。なんで現物支給やねんみたいな、これ。まあ、70。ここをしっかり、まあ、取らんとあかんやろなという。こんなメンツで70万円ならその他で使った方がいいだろうっていう。まあ、それはね、だからまずここは使うよ、だから。ただ、やっぱり、夢見たいじゃないっていう。みんなとも約束したよな。中央に絶対に40までに行くっていう。これチャンスじゃんって。まあ、3年前倒しみたいな。なので、一回ここで、ちょっとパドックの内側から皆さんに配信お届けできるんじゃないのみたいな、ところを、やろうと。まあ、真ん中はいけないけどね。重要は G1 じゃないから、何してるんですかって言われちゃうんで。というか、君、アンチアドブロック入れてるとか、徹底してるねっていう。SB を、いや、なんかそれ入れろっていうふうに、ちょっと、言われましたんで、それ入れてますみたいな。ちょっとよくわからんけど、みたいな。なんかまあ、気休めですけどね、みたいな。まあ、いうことで、ここは、まあ、キサナドゥ、ちょっとね、前回、まあ、前走負けてるっていうところあるけども、まあ、力関係っていう意味であれば、まあ、強い競馬の方をしてるのは、まあ、プロバイドかなって思ってるんで、まあ、そんなにね、簡単な相手ではないけども、まあ、しっかりと、ここは、勝ちたいと、いうふうに思ってるんで、まあ、相手ね、オーストを引いて、まあ、見ながら、プロバイド見ながら競馬できるから、まあ、そこは、なかなか、どういう結果になるかわからないけども、まあ、しっかりとね、逃げ切ってほしいなと思ってるわけ。まあ、ちょっとこれこっち見ようか。こんな感じで。まあね、これ前走しっかりとこれでね、まあ復活してくれたと。出て、まあちょっとね、他の馬と馬体接触みたいなのあったらしいけど、まあそれでもちゃんと4着に来てると。まあいうとこ考えたら、これは今回しっかり結果出さなきゃいけないかなと、いうふうに思ってますってことでね。まあ今回杉田君も乗ってくれるしと。まあ、前走負けたこの、キサナトゥー。まあ、これは、もともとね、着を、まあ、拾いに来た馬だから、相手が。だそこは、まあ、いけるでしょうと。プロバイドは拉致頼らないとダメって分かったし、勝てるだろうっていう。まあ、拉致なのかな？そこはちょっと何が原因なのか、ちょっと正直分かんないけど、これ。PK 外した。残念ってことだね。なんで、まあ、多分この相手だったらね、結果出さないとっていう、感じだと思うんだけど、マジで。ここはね、ちょっとまあやっぱり、まあ無印だったからね、まあいっかって感じはあるけども、まあちょっとこの川原さん乗ってる馬、まあ、正直気になる、マジで。また川原かという話になったらもう本当に、俺の中央の夢まで打ち砕いちゃうの？みたいな、ところは、まああるけども、まああとこいつか、ここの門別、まあ、これちょっとこのね、この結果だけ見るとね、どうなんだろうみたいな、ところあるけども。まああと下原さんね、これ、これどうなんだろう、この馬も速いっちゃ速いよねみたいな、これこっちだよねこれ、この馬もどうかなっていう。ちょっとね、前に行く馬が結構多いんで、そこは、まあ、ちょっと心配なとこあるけども、でもまあ、いけるでしょうと。芝の調教はどうすんのって。調教とかはないよ、別に。普通に、もうレースぶっつけみたいな。別に芝だからって、あんのかな？ないと思うんだけど。なんだっけ、お右上。上位白昼、小波乱、マジか。ちょっと、波乱とか見てほしいんだけど、みたいな。明日雨なら無理に、誰か前に行きそうだから怖えなってことで。まあ、カールさんが無理に前行くことはないでしょうと。あとはもうこの、島原さんとかな、ここはどうなんだろうっていう。行くのか行かないのかみたいな。まあ、2番手2番手で行ってるから、そんなに無理に行く感じじゃないと思うんだけどね。なので、まあ、逃げ、いっぱいいますけど、まあ、ここは、ね、プロバイドにちょっと、先手取ってもらってっていうのを、まあ、お願いしたいけどね。まあ、それでも、なんかもう、わってこうね、急に来る馬がいればね、そこは、まあ、なんて言うんだろう。その無理に、着替えることもできると思うから、まあ、そこは杉浦君にね、頑張ってほしいと。まあ、これ、自在っていうね。まあ、どうなんだろうみたいな。三冠、
アンチモンはって何の話やねんっていう、何の話やねんって、もう君はどこを見てるんですかみたいな、しまらが恨み節で やり合うのもなって、ほんと勘弁してよみたいな、別にそう、まあ、一回乗ってもらったっていう感じなんで、そこは、そんな、ねえ、勘弁してくださいよって、マジで、そうそうそう、無理に逃げなくても勝てるメンバーなら逃げなくていいじゃんっていう、いや、だからそう、まあ、明らかにみたいな感じになれば、そこは控えるよっていう、ところなんで、マジで、そうそう、8、前走着順悪いのに、まだ変わらないジョッキーなんだ、短距離、距離短縮して良さそうではありますかっていう。まあ確かにね、だから怖っちゃ怖いよ、これ無印だけど。だそう、怖っちゃ怖い。あれどうだっけな。ちょっと新聞の方見てみようか。新聞の方見てみると、まあでもぼちぼちついてるね、対抗ついてる人もいる。対抗ついてる人は、なんと、プロバイド、白三角っていうね。ちょっと舐め腐ってる感じなんだけど、そうそうそう。飯田先生には先行策か箱に入れかお願いしたのって、もちろん先行です。逃げ切りで。そこは、もうリスクを冒す必要は全くないんで、ここは勝ちに行かなきゃいけないんで、もう逃げで、マジで。ここは、なんか、まあ、試すレースじゃないと。勝って、まあ、次、中央へチャレンジするレースだと、いうとこなんで、マジで。3着に持ってたのに、下原はここですよっていう。3着で4着だろう、だから。4着、4着。そうそうそう。まあ4着でもね、そこはもちろん十分ね、よくやったって感じはあるんだけども。そうそうそう。ただまあ、主戦はね、まあ、ちょっと杉原君なんで、計測して乗ってもらうっていうところで、新聞の印なんて気休めだよって。まあ、そうなんだけどね。ただ、まあ、ここは、ちょっとね、まあ、貴様という、まあ、前走の負けは負けなんで、ここは後ろが来るの怖いのと、まあ、やっぱ河原さんがね、何をするか分かんないっていうので、競馬神社行った。まあ、競馬神社じゃないけど、神社は行った。ちょっとさすがにこのね、2回連続12着、8着っていうので、これクソやべえなみたいな、ところあったんで、まあ、ぶっちゃけ言うと、神社に来ましたっていう。で、そこでおみくじ引いて、大吉、まあ、引いてきたら4着だったみたいな。まあ、微妙みたいな。あ、微妙みたいな。お前が指示するとダメ。いや、だから、ここはもうそうだろ、だって。生きてる、マジで。ここは、どう考えたって、やっぱり先行策でしょうっていう。そうそうそう。なので、まあ、これでね、前に行ってくれと。いうとこだよ、そこは。そうそうそう。まあ、ここはもしね、次に向けてみたいな感じでやるんだったら、当然、それは、ね、控えるとかっていうのもあるんだろうけど、もう、ここはもう中央とかも今、目指してるわけだから、勝っていかなきゃっていう、もうそこはやっぱ芝一回試したいよねっていうのがあるんだから、そこは勝たなきゃねっていうね。そうそうそう。まあ、いうことで、まあ次、もうね、ものすごいペースを多分、まあ、ここ勝てば、中央行けば、経験することになるんで、まあそうなったらさ、まあそこで、まあ控えるなり、ね、もう刺すなりの競馬を、まあしてみたらいいじゃないっていう。まあ前走それなりにちゃんと、覚えてはきたから、だから本当に、まあ、ここ、しっかりと、一番強い競馬を見せると。この相手だったら、勝たなあかんやろと、マジで。まあ、ちょっと怖いけどな、これ。9着で河原さんがそのまま乗ってくると、こっちの4着を捨ててだよ、マジで。どうなんよっていう。そうそうそう。YBO ではどうなってんのっていう。ちょっと見てみようか。誰が YBO やねんって話だけど、これ。ちょっと見てみよう。SBO クリック。園田競馬の、7レースか。こんな感じ。あ、キサナドゥ、マジかっていう。だって。まあ、プロバイトちょっとね、これ、崩れたレースがあるから、それで、まあ、一概には言えないんだけども、そうそうそう。まあ、ちょっと指数的にはキサナドゥらしいっていう。そうそうそう。ただ、まあ、この28とかでね、ちょっと平均値下げちゃってるっていうのがあるんで、この28とか。55は何だろう、これ。ちょっとわかんないけど、そうそうそう。大差狙ってんのか。いや、別に大差とかいらないんだけど、勝てばいいんだよ、勝てば。だから、もう結果にこだわってますっていう。
プロバイクとかガーランドのレース見て、コタンジョッキーはいまいちというのは分かりました。まあ相性もあるからね。そこはまあ、指示通りには乗ってくれるジョッキーではあるけどもっていうのは、あるんで、まあ、なんともっていう感じだけども、まあ、スキラ君ね、そこは、しっかりと、引き継いで頑張ってほしいなと思うけど、まあ、小谷君の話はまた、小谷君ちゃうか、ガーランドの話は、また、週末にね、まあ、木金とやらさせてもらいますんで、SBO でいいじゃないかって。だから、ここは、ちょっとまあ、ヘボいレースがあったんで、そこで平均値下げてるみたいな、感じなんで、出し切ったレースだけ見たら、もう全然だから、マジで。これ103とか、104、マジか。104でした、この人は。まあ、馬場とかも、これ、不良馬場に変えたら変わるだろ、これ、不良馬場に変えたら。これで、待って、負けてる。桜吹雪に負けてる、これ。どういうことやねん、みたいな。プロバイトの気持ちが前向きになってるか、まだ疑問なんだよな。前走は下原の連打無茶聞いたけどっていう。まあ、だからそこも含めて、一回勝たしてやるっていうね。楽な競馬をさせてやる。だから逃げようっていう。マジで。SOD じゃねえか。ソフトオンデマンドじゃねえか、それ。なので、まあ、ここは、一番気持ちのいいレースを、まあ、させてやるのが大事なんじゃないかなっていう。なので、まあ、プロバイド、杉浦君にはしっかりと、まあ、逃げてもらいましょうと。まあ、よっぽどね、ガチガチこう、なんか、せられてくることがない限りは、もう行ってもらいましょうと。いうのでいいんじゃないかなっていうね。いやー、ここはでもちょっと本当に、なんとかしてほしいなと。SBO 優秀だけど、おかしいだろ、だからこれ。これは、どう考えても、まあ、ちょっと SBO 残念っていう、ところなんで、マジで。まあ、そこは、前走は、だから、まあ、チャックを拾いに来た馬と、まあ、勝負に行った馬の違いみたいな。もう、足湯の飽きてんじゃないのっていう。まあ、それは、ちょっと言わないで、みたいな。前走ちゃんと、まあ、4着までちゃんとこれ、粘ってるからね。そこはやっぱ評価普通にしてもいいんじゃないかなっていう。だからそこは、俺としてはね。まあ、ただまあ、進化、そういう意味でもね、ここで、まあ、問われるよね、と。まあ、もしこのレースで、まあ、惨敗とか、もちろんもう、やっぱ勝っちゃなきゃいけないレースなんだよ。で、もう惨敗するようなことがあれば、もうこれ本当になんか何かが終わってるっていう。前走終わった後、次も下原でとか言ってたのになんで杉浦なんだよっていう。まあ、その辺ちょっと連続で乗っていたことが難しいって話だったんじゃないの？だからそこは、まあ、杉浦君が乗ってくれる。まあ、飯田先生の推し面でもあるからね。杉浦君は。だからそこは、まあ、主戦なんで任せるよと。まあ、いうとこじゃないかな。なんでまあ、やっぱりその、継続して乗ってほしいと。まあ、とはいえ、泰山のね、馬が出ると乗ってもらえないみたいなのもあるけども、指示通り買えばいいの？まあ、ダメですね、それは。プロバイダー、タバコ定でお願いします。ここは、こここそでは本当に。もし人気割れるようであれば、もうプロバイダーでしょ、そこは。マジで。松野の次走はいつっていうの、俺の次走かよ、みたいな。俺も別に走りませんけどっていう。なので、まあ、なんとか。この103ポイントを出した、まあ、強いレースをやってもらいたいなと、いうとこかな。なんで、まあ、そんなに花にこだわる必要は全くないから、そこはあるから。だから、それもできるし、でもやっぱ花に楽に立ってね、スッと行くっていうのが、まあ、やっぱもともと強い、もともと強いレースやってきた、馬なんで、そこは。まあ、ちょっと、埒に頼る頼らないってのはあるけども、まあ、なんとか、やってほしいなと。なんで、この内枠はもしかしたら、これ、ありなんじゃないかと。外枠引いて、なんか馬を内に見ながらみたいな感じよりも、ありなんじゃないかと、むしろね。今後、重賞路線に行くなら、杉浦泰山2頭を優先するんじゃないのっていう。まあ、そうだろうね。だそういう時に、まあ、ちょっと誰に乗ってもらうかっていうのは正直ちゃんと考えなきゃいけないんだけど、まあ、ただ、まあ、牝馬路線の方かなと。タイガーのマネさんってね、そうだからもう出さないのかな。難関持ってるとか、まあね、あんだけ強いまで。
まあそこ、まあ今週ね、マイタイさん、まあちょっとこれ、まあ、他のものなんであれなんだけど、明日か、明後日か、あ、来週か、来週か、来週な、来週、来週の、まあ重賞に出るんで、旧レースの人気の方がメンバー少ないか、お前の頭が薄い。やかましいわって、だから、誰が頭が薄いねみたいな。でもこれ、リミテッドだから、だから、過去に、認定レース勝ったプロバイドは、まあ、出られませんよっていう。ただまあ、エイシンシンタいるからね、これね。そんなに簡単ではないよ。そんなに簡単ではないと思う。まあ、これは勝ちに行っての、5着なんで、まあ、非常に評価できるんじゃないかなっていうね。なんだこれ、ちょっと、大、なんだこれ、漢字もね、これ、大権現って。参拝したっていう、ちょっとわかんないです、これ。神社の名前よくわかんない。54キロ解禁したら、木村にしようっていう。木村ジョッキーは継続的に乗ってくれたらね、乗ってくれねえだろうっていう。明日は朝から現地行くのっていう。明日ね、ちょっと、まあ、中途半端な時間帯っていうんで、行けるかどうかちょっと微妙みたいな。この後も、また仕事もあるし、だからもう行ける、でももう、ちょい身のちょい出しみたいな、もうなんか、もうすぐ帰りますよ。チラッと見て、チラッと帰るみたいな感じになっちゃうから、まあ、ちょっと微妙かなっていうのがあるんだけど、まあよかったらね、もし現地行ける人はぜひ全員応援してあげてくださいっていう。これなんだろうな、これ。有料にサイバー導入促進対策事業対象競争ってなんかくれんのかな、これ。勝ったら。まあもちろん、やる前からね、勝つ勝たないなんていう話ではないんだけども、まあなんとか、なんとかな。結果欲しいな、ここは。中央行きてえよ、だってここは。中央行って、なんとか、まあ、その舞台に、中央の丸さんと、この肩を並べたいっていう、俺のちょっとその夢を、叶えてくれないか、プロバイドっていう、マジで。なので、ここは、ちょっと島田さん、ほんとごめんやけど、競りかけないでっていう、ところかなっていうね。まあ、タイム的にはそんなにって感じなんだけど、ここはね。今から田中学に、騎手に声かけてくれ。いや、だから、まあ、結局、泰山の馬が出てきたら、まあ、他選ばざるを得ないみたいな、ところになるんで、まあ、そこだよね。結局、で、まあ、杉浦君が乗ってくれればね、やっぱそこは任せたいなというところもあるから、まあ、俺が泰山の馬主さん級にならなきゃいけないっていうのもあるんだろうけど、なので、なんとかね、まあ、今回杉浦君乗ってくれるし、まあ、やってほしいな、勝ち切ってほしいな、ここは。これ、下原が潰しに来る可能性もある。だそれ、本当やめてほしい、マジで。まあ、そうなったら、もしそうなったら、まあ、なんて言うんだろう。まあ、諦めるというか、まあ、控えればいいっていう。見てみようか、10月21日のレース。ちょっと待ってよ。どれで見たらいいんだ、これ。お前のような夢みたいな地方馬主が毎年何人も散っているんだよなって。だから散らないようにやってるだろうがって、マジで。だからそれは、潰れないように、ちゃんと、やってるんでしょうがっていう。なので、まあその夢を叶えたるぞと。もう本当に、マジで中央の舞台に立ったぞというのを言いたいからこそ、ここのレースは、もうこだわりたいと。いう感じなんだよ、マジで。ちょっと待ってよ、これか。何でしたっけ？ちょっと待ってよ。下原さんが乗ってた、まあ、要は前にガチャガチャ行くかどうかというところをちょっとね、確認ということで、7番。7番これか。何ですかわからんねんけど、これ。ちょっとまあ、なんかクリックしてみるか。クリックって言って。3、かわいそうだな。血統的に芝なら勝ったのに。あ、そう？ 3？ ちょっと待って。まず2組のちょっとレース見てみようかってことで。どれだこれ？これか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 ？あれ、どれだこれ？ 21 日でしょ？あ、22かこれ。ちょっと待て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 。スタートしまし待てた。待て第待1て待競て。争でちょっとす。待ってよ。若干8番のレスタティーボ後方でしょうか。大きな出負けではありません。今101月番後ろのになりました。21、これか。
これなっていう、いつものように宮川来るっていう。いや、だからここは、もうほん、ここは、マジ逃げ切りなんで。マジで。そこはね。ちょっと見てみようそうでか。すね。下村さん、どツーこ？ゲート枠入り終わりました。はい、ススタターートト？しました。先行どれ？争いはまず外目から押していく9番カジノフラッシュが抜け出どす。れ？その外から11番アートオブタイム、この2頭が抜け出していって、3番手インコースを押して1番ヒラケゴマ、どさられに2番のジョバーグ、9番の超ビクトリー、今3、4番手の一戦、その後方に4これ番のか。モズそっキン、かそそっしてか。3番手コスプリング、川原さんの末裔名前なんがか。ついて、そっかそっか。少し島離田れさんね。て、前走は川原さんか。ちょっともう一回見よフルゲート枠入り終わう。りました。スタートしまスしタートた。しました。先行どれ？争いはまず外ど目から押れ？していく10番カジノフラッシュが抜け出す。その外から11番アートオこブれタイム、か。このこ2れ頭か。が抜け出2しは、ていっ2て、は、3番もう一回ちょっと見させてくれ。これもう一回。フルゲート枠入り終わりましスた。タート？スタートしました。出はいいな。先行争いはままあ、ずでもそ外ん目なからガ押シしガていシく落ち10感じで番はないですフラッね、と。シュが抜け出す。その外から11番アートオブタイなるム、ほどこのな。2頭が抜け出していって3番手インコースを押しなてる1ほど番な。ヒラケゴマ。まあ、そんな感じだよ。3番？大和メジャー。まあ、どうなんだ。芝も、まあ、レインボークエストか。まあ、別にでもダートもやりそうだけどね、大和メジャーね。まあ、ここは、勝ちてえな、マジで。勝たしてくれよっていう感じだよなって、これ。なんで、まあでもこれ、まあ前走は、こう、後ろから、まあ着狙いって、まあ、板野さんが自分で言ってるから。なんで、まあ、このレースで着。まあ、着なんのかな。まあでもまあそうか。前でバチバチやったら、後ろが飛んでくるみたいな。ほんとやめてほしい、マジで、そこは。ほんと、できれば、そっとしといてほしいよねっていう。この2頭、ね、腹多いな、みたいな。下原、川原、みたいな。あんまり続かないでねっていう。てか、多いな、これ、逃げ馬。これもかよ、みたいな。逃げ馬多いよねっていう。なんで、ちょっとペースが、まあ、速くなりそうであれば、まあ、少しちょっと控えてもらうようなことも、まあ、そこはちゃんと頭に入ってると思うから、なあ、マジで。まあ、プリンセスカップのようなことにはならないとは思うよ。そうなってしまったらもうちょっと、もう俺自殺もんだろうって、マジで。やめてくれよって、マジで。こんな感じで。あと、あとのメンバーは、ね、大したことないでしょうっていう。ぶっちゃけ。まあ、やっぱりその門別組のちょっと、まあ俺のトリスにトラウマもあるから、まあその辺と、まあキサナズ、飯田先生もね、まあそこは全然問題ないって言ってるから、マジで。そこは一応前走、そのまあランの時みたいな、まあちょっと長嶋太郎を潰しに来ましたかみたいな、そういう感じはないと。ね、それがまあ今回下原さんがそういう役割があって、その後ろにジオコロナみたいな感じだったら、もうこれ死ぬしかないけど、だったら俺控えれると思うんだよ、マジで。杉浦、何が何でも逃げます。って、命使います。任せてください。それだけは本当にやめてくださいっていう。壊れちゃうんで、マジで。せっかく今戻ってきたところなんで。ただこの、なあ、逃げ。こんな逃げ馬たくさん見たことあるっていうぐらいの逃げっていうね。マジで。これだけでも逆に集まると、逆に息が早くなんないっていうね。ジャパンの時もあったんだけど。なので、大丈夫だと思うんだけどな、マジで。なんとか。まあ、もう本当によくわかんない、クソペースにならない、ければ、勝てる、相手なんで。だまんまとだよ、本当に。前速くなって、キサラトゥ、はい、差し切りみたいな。そのまんまとっていう感じだけはやめてくれと。それだけは、まあ、ちょっと、願ってるんだけどね。まあ、あとは、まあ、もともともちろんね、実力もある馬だとは思うけど、なんとか、ここで、勝って、70万、ちょっとゲットして、その上で、
中央でもな、なんか 言えば言うほどそんな簡単じゃない感じも、まあ、ちょっとこのメンバー見てたらね、なんかしてくる感じもあるんだけど、これそう、どうなんだろう。なんか結局タイムだけ見てみると、まあ12なんだこれ、11分29秒7はあるけども、まあこいつもか、まあ中央で6着だもんな、これ中央で6着伊達じゃないよっていう。いや、むしろ北里に勝ったらもう、これ5着なんか賞金確定でいいってこと、これマジで。逃げろ指示で出向き使うか、明日見てみようぜ、一流騎手中岡はほぼ 100% 出向き使わないで前に稼いだ。あ、そうなんだ。さすがコーチでね、何百勝だっけ、さすがやな、何千勝かも。そう、なんか勝率3割とかだっけ、一時期すげえなみたいな。宇佐美交代した時に放送してるのを思い出してきたぞっていう。宇佐美って誰ですかっていう。ちょっと、なんか野球やってんのか今日。みんな動きをここからじっくり見ていこうってことで、みんなの動き、まあそうだから、そこはじっとしといてくれという感じなんだけど、あんまつかないで欲しいんだけどな。なんかついたままだって死んじゃうじゃん、それ絶対に。だからそれはやめてくれみたいな。箱乗りじゃダメな理由を教えて。いや、ダメじゃないよ全然。ただまあ内枠なんで、まあそこは出たなりにスッといって、まあ無理に控えることもしないけども、まあその出たなりに行ったらまあ鼻切っちゃうんじゃないのみたいな感じだと思うんだけどね。まあどうなんだろう、多分警戒してそんな競りかけてくるこの相手だったら感じじゃないと思うんだけどね。また逃げる、爆走で逃げますっていうことで、まあこれやっぱりあの不良ババ内枠っていうのを条件揃ったらもう逃げるしかないなと。でこれを勝てば、まあ、ちょっと中央、まあ、参戦しますっていう宣言するんで、まあでも負けたらもうほんとね、もう死ぬしかないよねっていう、腹切るしかないよなっていう、感じではあるけどね。まあ、なんとかな。なんかこの追われる立場的なところはちょっとこう正直、まあ緊張するよねみたいな。なんか今までね、ちょっとまあ2着って、まあ2着か、まあでも次頑張るわみたいな感じだったのが、もうこれ絶対勝たなきゃいけないレースだから、これマジで。マジで、ショートカットして走りを指示してできるわけねえだろそれ、完全失格だわっていう。結局金欠かって、まあ、金はないですよ。金はないですけど、ただまあ中央調整するのもね20万ぐらいかかるし、なんか手当が出るとか出ないとか、出ないみたいな話もしてるらし、なんか聞いてたから、まあその真意のほどは分かりませんけど、まあここは勝たなきゃダメでしょうと、まあ井田先生も言ってた。ただちょっとね、まあ相手パーって見ると、まあ、そんなに簡単ではない気がするけどなみたいな、ところはあるんだけどね。なんか盛り上がらないなっていう。いや、まあここ勝ったらね、勝ったらだよ、だから、勝ったらもう盛り上がるしかないでしょうみたいな、やるしかないでしょうみたいな。なんでここはまあ非常に大事なレース。ちなみに今日の難関3ローレル賞1着3着は門別は2着が車体をした一般人にはスケースじゃないなって。なるほどね。もう門別ってやっぱ2歳はもうやっぱ圧倒的に強いのかなっていう。やっぱ調教施設、そのまああとは競馬場、まあ半路、室内半路が1キロあって、あんだけ大きいコースで鍛えられたらやっぱ違うよなっていう。なんだよこれ、大丈夫みたいな、大丈夫だよっていう。ジェスロも梅松桜も手当なしなのに出走したのかっていう、わかんない。まあでもね、あのジェスロも梅松桜もあの馬主さんが中央の資格も持ってる人だから、だからそういう場合だとあの多分出るんだよ。あの登録料もいらないし、だからもう俺だけ金払いみたいな、手当どころか、いや金払いよマジで笑いみたいな感じっていう。しっかり雨降ってるから砂もりもり入れるんかなって。だから今日入れてるらしいから、まあ、2日連続はちょっとマジ勘弁しろよと。もう2日連続入れたらこれ完全になんかプロバイドシフトだよねっていう、
地方の特別指定の手当は地方ののは50%だと。あ、そうなんだ。50%は出るんだ。50%そもそもいくらなのかなってはあるけども。なんだろう、馬主が目の前の金しか見てないから負けフラグなんだ。で、中央勝者。いや、だからそこは、だって、ここは勝たなきゃいけないレースだって、マジで。別にその金とかの問題ではなくて、この相手だったらっていう。だからそういう意味でなっていう。なので、まあ、なんとかね。中央はやっぱり、その、強い相手とやると。そこでいろんなことを試せばいいんだよ、むしろね。なので、まあ、芝という可能性、まあ、千人のそのスピード、で最後の急坂、阪神の、そういうとこで、また馬が一回りね、大きくなって帰ってくればいいよねっていうぐらいの気持ちで持ってるんで、そこは。謙虚やろ？なので、まあ、そういう意味でもここは、勝たないと、あかんやろと。あとはもうその、逃げるクソペース、ランペースみたいにならなければいいねっていうところ。もうそこだけでもうそれだけ勘弁してと。そんなもうバチバチ逃げないでいいじゃないのっていう、ところ。だよな、本当に。かそってますね。かそって言うね、だからかそって。だって店長さんかそって言うんだって。39万2000円の50%免許代も ちょっと高いよね。バウンシャー代合わせたらどうなっちゃうんだろうみたいな。50%なのこれ。なんで満額くれてもいいじゃないのみたいな、これ。なんで、まあ、18ぐらい。18ぐらい出るのか。18か、これ。ちょっと計算できないけど。19.5か。まあまあ、トントンだろ、だから。まあ、費用に関してはちゃんと手当が出れば、スタートしてゲートが開けば、まあ、免許代はそのまま返ってくるって感じ。だからまあ、地方使う、まあ、地方の A クラスの2回分。なんでまあ、悪くはないんじゃない？だから、馬主代含めたらちょっとまあ、足りるみたいな。なので、なんとかな。まあ、結果を残さなきゃいけないレース。これは別に地方行く行かないに限らず、そういうレースではあるから。ダメよ、ダメだ、古いな、これ。古いな、もう、あっという間に消えたよ、これ。秒速で消えたよなっていう、これ。なんで、そういうレースではあるから、まあ、なんとか、ね。井田先生も地方経験した方がいい、経験したいだろうから、いいチャンスだなっていう。まあ、そう、井田先生にも、そういうね、一つ経験をしてもらいたいなっていう。そろそろムービーの話にしましょうって。まあ、ムービーの話というか、もう、ムービーは、先週走ってるんで、また来週頑張って走ってみますみたいな。まあでも C2 だけどね。C2 になっちまったっていう。55は C3 2組。2組とか組み上がり。ムービーは、ポイントで、C2 っていうね。まあそんな感じですよ。なので、まあプロワイド。これまあ前走、本当に前走でこれ戻ってきたのかっていうのの確認だよね、これ。なんとかな。まさにもうどげんかせんといかんみたいな。新馬情報なんだ。まあ、あるけども、飯田先生が、先週、高橋ファームに行ってきてくれたから、まあ、それの、まあ、情報はあるけども、まあ、ちょっとそれは、おいおいってことで、まあ、来週にでもみたいな。新馬の写真あげてくれたって。まあ、一応1ヶ月に1回はあげてるよ。まあ、飯田先生の写真は、まあ、ちょっとあげてないけどね。新馬の情報は、まあ、新馬は、まあ、ちょっと、まあ、今週はちょっとね、まあ、プロバイドとガーランドで、まあ、一色ってことでやらせてくれよっていう。なんで、まあ、来週あたりに、ちょっと多分、まあ、来週はまた55とムービーか。忙しいな、みたいな。いうことで、まあ、なんとか、新馬、まあ、今のところ順調だから、まあ、順調。そこは、まあ、むしろ、トピック的な感じじゃなく、まあ、本当に順調ってことで、まあ、ちょっとね、つなぎの部分の、まあ、良し悪しっていうのはあるけども、まあ、それはちょっと走ってみないと分かんないから、なので、まあ、販路入れてみて、その時にどういう感じなのかなっていう、とこだと思うけどね。前もそのうち話すとか言って逃げてはないけども、まあ、ちょっとこう、体調不良みたいな、余裕出てきたなっていう。まあ、ここでね、プロバイドをしっかりと走って、金も稼いで余裕、金銭的な余裕も、まあ、戻しつつ、あとは、
まあ、やっぱその念願、やっぱり俺たちの夢であるこの中央競馬っていうところに一歩やっぱり行きたいねと、つなぎ融資受け入れそうっていう、まあプロバイドが勝ってくれれば別にそもそも融資いらねえよねっていう、ところなんで、まあなんとか頑張ってほしいと、まあ他の馬たちもね、復活してきたんで、なんとか、ここでね、頑張って、なんとか勝ってほしいなと、思うわけだよ、他の馬も含めて。まあ、ガーランドもガーランドでね、また木曜日から話すけども、変わってきてるから、マジで。ガーランド走るよ、金曜日、金曜日の4組か。まあ、ちょっと正直、ガーランドの方はね、まだ帰ってきたばっかり休み明けなんで、まあ、なんとも言えないけども、プロバイドはもう順調そのものだから、マジで。はよう、新馬情報あって、しんどるかな、これ。しんどるかなっていう。まあ、新馬の方は、またちょっと来週とかにしっかりとまとめてやるんで。まあ、って言ってもそんなに言うほど話すことないけどね。もう、いや、順調です。以上みたいな、感じになっちゃうんで。で、ここはもうなんとか、景気づけにね、まあ、第一陣として、プロバイドが、まあ、結果を残してくれると、いうとこじゃないかな、ここは。まあ、人気もね、多分背負うだろうし、ここは、ね、なんとか、やってもらわないと。ここでまたなんかね、もしだよ、これ、またプリンセスカップみたいな悪夢みたいなレースになってごらんよ。俺多分ね、もう、耐えられないと、もう多分阪急とかに、マジ飛び込んじゃうんじゃないかなって、目の前で見てたら。なので、ここは、ほんとここはもう水泳君頼むぞと、いうところ、まあ、みんなも応援してほしいし、だって、これ勝ったらさ、勝ったらだって中央行けるんだよっていう。マジで。まあ、ちょっと手当の問題、半分、まあ、仕掛けないとかっていうのはあるけども、賞金も半分なの？賞金は満額もらえるでしょ、これ。賞金も半分だったらちょっと多いみたいな、感じになるけども。島原さんじゃないですね。まあ、島原さんは別の馬も、まあ、あるしっていうところと、まあ、杉浦君にしっかりと、まあ、そこは、ねえ、お手馬としてちゃんとやってほしいねっていう、その願いも含めてさ。まあ、ねえ、どんだけ、まあ、マイタイザンとかノブタイザンとか、まあ、タイザンの馬と、被るかはわかんないけど、まあ、できるだけねっていう、感じでね。なんとか、なあ。本当、まあ、前走のこの4着をどう評価するかで、本当に。まあ、キサラドゥに刺されたっていうのもあるし、これをどう評価するか。まあ、梅松桜もね、中央行っちゃったし、まあ、夏も南関東か。あとは、ね、ジェストも中央ってことで、島原も諦めのムービーのダービーにキムタキが乗ったようなもんだから 二度とないって。まあまあ、そう思っとくわ。まあ、空いてたらね、もちろん、空いてる水泳乗れないんだったら、まあ、いろんなジョッキーを選ぶ余地はあると思うけども、まあ、計測して乗ってくれるってことを考えたらねっていう。ゴルフとかはプロじゃなかったら賞金1円ももらえないんだよな。よく調べた方がいいぞっていう。ゴルフ？まあ、ゴルフはそうだねっていう。半分。え、賞金も半分なの？マジで？それは勘弁してくれよっていう、マジで。それ満額。まあ、てか賞金もらえるかどうかわかんないけど。まあ、そのね、着入んなきゃいけないから。まあまあ、でもそれでも経験だよな、そこは。一回さ、やっぱりその中央っていう舞台を経験させてくれというのは、これはまあ、馬主として、まあ、俺にとっても、もちろん、プロバイド、馬にとっても、絶対プラスだから。まあ、それによって、さらに、ちょっと上へ目指せるみたいな。まあ、これはもう前回の配信でみんなと、しっかりと、相談した上で、まあ、これだな、というところで、まあ、言ったんで。もちろん、今回の結果が全てだけどね。今回の結果が、まあ、ついてこなかったのもないから。何も親切お任せでどんな気をするか楽しみっていう。まあ、そこは、まあ今回ももちろんね、バチバチ前で、叩き合うようなことは、まあそうなったら控えるっていうのはあると思うけど、まあその辺の、なんだろう、流動的な判断は、しっかりと制約にやってほしいなと。拉致頼りに走れるのはプラスだからいいんじゃないのっていう。ね、なんか、結局内枠の方がなんか、良かったのかなみたいな。ダービーじゃなかった菊水賞だった。まあ菊水だね。まああれも、ね、やっぱ橋本厩舎さすがやなっていうところだけども、まあまあ
そういうね、まあ、強馬であればどんなジョッキーも乗ってくれるとは思うから、プロバイドも実績しっかり積んで、まあ、スイヤ君にね、できるだけ乗ってもらえるように、したらいいんじゃないかなと。そうそうそう。なかなかまあ、難しいよな、本当に。まあね、なんか投稿がね、邪魔だなと思えば、今度は泰山出てくるし、みたいな、そういう、なかなかね、もう恵まれない感じもあるけども、まあ、なんとかね、今回のスイヤ君乗ってくれるから、しっかりと、結果だな、ここは。もう本当に求められるのは結果。なので、なんとか、もう言うともう一着よ。勝ち。勝ちにこだわっていきたい。これ飯田先生も言ってた。勝ちにこだわりたいですと。いうところなんで、なんとか皆さん、ね、ここは応援よろしくお願いしますということで、じゃあエンディング流します。てねってことでね、ことで今日は、プロバイドの、出走情報でございましたってことでね、まあ、レース自体はね、特に認定レースでもなく、まあ、1組ではあるけども、オープンではあるけども、まあ、相手関係に、まあ、関しては全然そんなね、まあ、強い相手ではありませんと。だからここはもちろん結果、勝ちにこだわったレースを、したいというところでございます。なので、まあ、ちょっとここで杉谷君にはしっかりと、まあ、内枠の利を生かしつつ花を取ってもらって、もちろんね、まあ、ペースが乱れれば、そこはね、まあ、流動的にというところではあるけども、まあ、なんとかね、ここを勝って、中央行きたいよねと。もうね、めったにないから、こんなチャンスはないと思うんだよ、マジで。ただやっぱ結果がね、もう伴わないのに行くってことはないから、だからそこは、やっぱり今回しっかりと勝ち、これも最低条件にして、まあ、行きたいなというふうに思ってます。なのでね、まあ、もちろん、ルール上も、なんだっけ、何着、なんだろう、ちょっと、詳しくわかんないけども、ボロ化けてしまったら、そもそも出られません。一応、認定の権利持っててもね。そうそうそう。なので、ここは、もう、あえて明言します。勝ちで。ここは1着をしっかりと、勝ちに行きますと、取りに行きますと。なので、もう本当ね、まあ、プロバイト、本当にね、成長してるんで、まあ、結果控えることになったとしても、やれるように、やれると思う、もう信じてるんで、そこは。頑張っていきたいと思ってますんでね、皆さん、明日の、これは園田の7ですか、14時10分発送なんで、